使いたいとこから使っちゃって、ね、そうします。というか使えるとこからね。そうね。はい、3、2、1、はい、どうぞ。はい、はい、で急に黙り込んだ感じで。はい、今回この3人でライブします。オン、ドラムス長谷川浩二、よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。オンベース寺澤浩一。あれ動画ですよね。動画ですよ。なんか喋ってくださいよ。こんな感じで、6月8日、一応ちょっと恥ずかしいですけど、田川博明バースデー前夜ライブってことで、そうだ、なんかロックの日に生まれたので、ロックしかやっちゃいけない身になってしまいましたけど、でもロックばっかりやってたら、すごい人が周りに集まってくださったので、はい、そんな感じで。でもこの3人で今あの悪巧みもしてますので、はい、長谷川さんがプロデューサーとなって。あ、そうですね、いいですね。そのこと言っちゃっていいんですか。こうご期待ですよ。はい、はい、何がこれやら、うん、というわけで、あんなことやらこんなことやら、はい、あんなことやらこんなことやらね、すごいことになりますからね。期待してくださいね。あ、はい、音楽室当日は、初めて自分のドラムセット持ち込みますから、ね、おっ、すげえ、やる気満々だ。わ、すごい、やる気満々です。はい、散々音楽室に出てる長谷川さんですけど、はい、ドラムセット持ち込まれるの初めてなんですね。やる気満々です。すげえ。寺澤さんは音楽室が初めて。うわ、初めてですね。そうですね、うん、あの店長の加山さんすごいいい方なんで、うん、寺澤さん楽しみにされてるみたいなんで、ありがとうございます。そんな感じで、あの寺澤さんは声がすごくあのハンサム系で声がちょっと高いんですけども、でもサウンドがすごい、もう低音なんとかだって言われるぐらい今日今リハーサルが終わって壮絶な3日3晩寝ないリハーサルしたんですけども、ね、音当たりでちょっと体動かして、ね、音当たりね、低音がね、ムカムカしてる、もみ返しみたいなやつですね。そうそう、音当たりですそんな感じなんで、はい、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらと思います。お待ちしてます。はい、よろしくお願いします。いやー